高岳新郎と遺跡高岳新郎は、平城天皇の第三王子。佐賀天皇の皇太子に建てられたが、くすこの変により敗された。後復権され四品となるが、出家し僧侶となる。法名は新女、空海の十代弟子の一人。仏法を求めて、老齢で日頭し、さらに天竺を目指して旅立って、消息を絶った。伊賀兄に、阿保新郎、おいに。 有原の成平がいる。大道四年に、父、平城天皇が上位して、佐賀天皇が即位すると皇太子に建てられるが、翌大道五年の楠子の変に伴い皇太子を、廃される。公認十三年、四品に除せられ名誉回復が、なされるが、出家し神女と名乗った。奈良の修営、おさむまた、空海の弟子として修行した。工房大師の十代弟子の一人となり、 高野さんに、新農院を開いた。アジャリの位らいを受け、また、大蔵次第を表した。上は2年に、空海が入場すると、皇帝の一人として、意外の埋葬に立ち会っている。最高2年、地震により、東大寺大仏の仏塔が落ちた時、東大寺大仏試験業に任じられ修理を行う。老年になり、日東愚法を志して朝廷に願いで、上岸3年に、 新王や周営らの一行23人は奈良より九州に入り、翌上岸4年に太財布を出版して明州に到着する。上岸6年、長安に到着。在党34年になる留学僧、遠祭の手配により西明寺に迎えられる。しかし、当時の党は武装の仏教弾圧政策の影響により仏教は衰退の局にあったことから、新王は 長安で優れた死を得られなかった。このため天軸行きを決意。上岸7年、皇帝の直居を得て、従者3人と共に、甲州より海路天軸を目指し出発したが、その後の消息を絶った。16年後の元行5年、在東の留学像、中らの報告で、新能はラコシ国で皇居したと伝えられている。虎の外にあったという説もある。現在、 マレーシアのジョホールバルの日本人墓地には、神脳院が日本から、見陰石を運んだ神脳の供養塔が建立されている。ありがとうございます。